バービー好きの皆さん、こんにちは。ウェストハリウッド在住のあずさバービーです。 Sorry though, today I'm speaking in Japanese because I'm going to introduce some Japanese brand, but I'll still put subtitles, so please be patient and please watch this. 今日は日本のブランドセシル・マクビーとバービーのコラボをご紹介するので、久しぶりに日本語でやります。バイ。日本語楽ちんなんだけど、他の国のフォロワーさんからは日本語わかんないよって言われるからあんまやらないんです。 I will still talk to you guys in English a little bit. Oh my god, my brain's gonna be so confused today. セシル・マクビー、多分もうバービーコレクターのみんなは買った方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私はオンラインで買って日本の家族から送ってもらってるんで、ちょっと時差が発生します。So I just got package from my mom the other day, so I can finally show them. So this Japanese clothing brand, Cecil McBee, recently collaborated with Barbie. Unfortunately, they don't ship internationally, but they're so pretty, so I just wanted to share what I ordered. 私今36歳でもうすぐ37なんですけど、セシルで、私中学生の時になんかスカート持ってたから、セシルでお買い物するのそれ以来で。This time I ordered one hoodie dress, two knit sweaters, and two hoodie. I will show you guys one by one. でまず1個目、今着てるこれパーカーワンピなんですけど、後でちゃんと全身もお見せします。これワンサイズだったかな、全部 M サイズ購入しました。身長は167センチで結構デカめですけど、とりあえず入りました。割と薄手の春も着れるやつですね、これは。で、80年代のバービーのロゴ、サイドはテープ状にバービーのロゴがいっぱい入ってます。私はこれピンク買いました。私の髪の毛の色と一番マッチするから。 I think they had three different colors. 日本語だとこういうのパーカーワンピって多分言うと思うけど、アメリカ英語だとパーカー的なものはフーディーって言います。ワンピもワンピースとは言わなくって、ワンピ的なものは全部ドレスなので、これパーカーワンピはフーディードレスって言うんですけど、まあどうでもいいと思うんですけど。たらー、バッチが167センチでこんな感じ。こうやった時の丈はちょっと長めなんですけど、両手万歳するとワカメちゃん150センチ台前半とかの小柄な女の子だったら多分 OK だと思うんですけど、私こういうパーカーワンピ結構好きでよく着るんですけど、これパッと見着た時の丈は意外と長いからワカメちゃんになるのちょっと不思議だったんですけど、なので私はとりあえず下にショーパンを履いて、でワンピとして着ます。足元は絶対合わせるなら5つ目のスニーカーかブーツ、こういうミニのパーカードレスは2杯合わせるのが好きなんですけど、こうやって着た時に丈が意外と長いから2杯履くとなんかバランス悪くなっちゃいました。ブーツ結構持ってるからいろんな丈トライしたんですけど、私が持ってるのの中で一番合ったやつ履いてみますね。 From what I have, these boots areThe best matching. 意外にもこの短めのやつが一番私が持ってるのでしっくりきました。スニーカーバージョンも見せます。たらー。 Now with sneakers. スニーカーだとこんな感じです。かわいいです。 I really like this. フードかぶってみるとこんな感じ。次着てた私はピンクと黒の2色買いました。これは身頃の部分がニットでバービーって編み込んであって、で袖がシャギー的な丈が短い。ピンクと黒選べなくてもう両方買いました。じゃーん。カメラ写りだとちょっと赤みが強く写ってるかもしれないけど、バッチリバービーピンクです。ホワホワ感がとっても気持ちいいです。ここの部位は結構広めに開いてるからそんな子供っぽくないかな。丈がおへそがここだからおへそちょい下ぐらい。ピンクのスカートとか合わせるとちょっと子供っぽすぎたので、この茶色のスカートが一番いいかな。バービーのロゴのものとか着るときって着方によっては子供っぽく見えたりしちゃうと思うんですけど、私が目指してるのは一応大人可愛いバービーのコーデで、私は姫系
とは違うんで、日本でのバービーのイメージってフリフリだったり姫的なイメージの方が多いと思うんですけど、割とバービーってロックンロールだったりちょっとパンキッシュなイメージのものとか結構あって、で私もどっちかって言ったらちょっとこうパンチの効いたエッセンスが混じってる方が好きなんです。なのでまあ私の部屋見てもらうと分かると思うんですけど、バービーブランドとピンクでこうコーデしてるんですけど、ちょっとプリンセス的な感じとはちょっと違うかな。このニットと私が持ってるアイテムでの合わせ方全身で見せます。じゃーん。このニットはもう結構派手なのでボトムは落ち着いた色。このスカートはザ・バーバリー、ブーツはスチュアート・ワイズマン。よく考えたら黒にピンクのバービーロゴ入ってるニットって持ってる持ってるが他にも持ってるけど、まあこの形は持ってないしってことでブラックスウェーター。このセーターの丈と着心地ほんと可愛い。ショーパンだったら何でも合うんだけど、ちょっとスカート他のスカートも試してみたくて、今度はピンクのプリーツと合わせてみました。でブーツはピンクの2杯。黒いアイテム着るときは他はピンクにしてバランスとってます。で最後がパーカー。 Again I got both black and pink。 ネットで見たときは気づかなかったんですけど、バービーのロゴはプリントなんだけど、このシルエットの部分はプリントじゃなくてベロアのアプリケみたいなのに。かわいい。これも丈は短めです。これ楽ちんでいいな。ミニスカート合わせると結構子供っぽいコーデになっちゃう。私はショーパンにブーツにしてみました。ニーハイだったらそんな幼く見えないかな。で黒はピンクのロゴで可愛い。ブラックフーディー。これは私はピンクのショーパンと合わせる。5つ目のブーツと合わせたら結構可愛い。私の動画をご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録と動画のいいねも忘れずにお願いします。インスタのアットマークアサバービーではもっとたくさん私のお部屋の写真などもご覧いただけるので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、ピンクタスティックでバービーの一日を今日もお過ごしください。 I promise next video will be in English。 じゃあねー、バイバーイ。